どうもズーマーです。今回なんですけども新 SR のね HDR を使って遊んできました。まあ今更かっていう感じなんですけども、まあ僕はねあんまり HDR をよく思ってなかったんですけどもね、まあ自分のタイプに合ってないなっていう感じで思ってたんですけどもね、まあそれは使ってみないと分からないということで、ね、今回使って遊んできましたと。でまあ良かった点を、良かった点っていうか、まあメリットとデメリットって言いますか、まあ良い点と良くない点をね、先に言ってしまうと、まあ良い点は、そのカスタムで弾速を上げることができるんですよね。なので、その、偏差を全然感じさせないっていうかね、偏差がほぼない、みたいな感じなので、狙ったとこにまっすぐ飛んでくれるっていうのは、ありがたいとこなんじゃないかなって思います。まあそれプラス若干 DL かもダメージが高いっていう感じですかね。で今回は主にその DL とね、まあ、僕よく DL 使うのでその DL と比較して話していきたいなって思ってるんですけど、まあ要はその HDR か DL かみたいな、はい、そんな感じなんですけども、まあその比較した時に思うのが、まあ、若干 DL かもダメージは高いんですよね。うん、150ちょいぐらい入るはず、151とか154ぐらいかな、胴体がね入ったりします。まあほぼ DL とダメージが変わらない、なので2発キルすることが可能ですね。まあそれは一つ良い点であると。でもう一個目が刺さるとあたりから弾速が速いっていうところですね。まあ DL もよりかも全然弾速が速いので着弾までが速いっていう感じです。うん、なのでほぼ変装を感じなく打つことができる。まああとヘッショマンパンっていうのはいいところなんじゃないかなと思います。まあ良くないところっていうと、まあ僕 DL よく使ってるから感じるのかもしれないんですけど、やっぱ ADS 速度が遅いんですよね。その撃ってからの一発撃ってからの次までの弾が遅いっていうことですね。なんで2発目当てようと思ってもちょっとね、なんか僕はねよく撃って、まあ、この今の映像見てもわかるんですけど、撃ったら僕結構外しちゃうんですよ ADS を。撃って外してもう一回覗いて撃ってみたいな、まあ、要はクイックショットみたいな感じで撃つことが多いんですよね。でやっぱりその ADS 速度が遅いっていうのがねその弱点である HDR からするとこの打ち方ってマジで良くないんですよね。うん、だからこのスタイルは合わないんですよ。だからあの SR でクイックショットというかよく覗く人にしては HDR はマジで合わないと思います。遅い本当に。うん、マジで半分ぐらいの遅さじゃない DL に比べたら。なので何がいいかっていうと覗きっぱなしで打つ人にはおすすめできる、SR なんじゃないかなって思います。なんでこの僕みたいにこう覗いたり覗かなかったりするのではなくてずっと覗いてスコープずっと置いて打ちっぱなしにする、あの必要な、そんな人は HDR は向いてるんじゃないかなって思います。まあただねその結構前に僕動画で話したことあるんですけど、今ねその SR とスコープが光るようになったんですよね。まあご存知だと思うんですけど光るようになったんじゃないですか。ってなると覗きっぱなしにするとやっぱずっと光ってる状態になって位置がバレやすくなるんですよね。でそうなってくると他の SR に抜かれやすくなるっていうか、まあ、最近、ね、スナイパー上手い人も多いのでそのすぐねヘッショーバーンって抜かれちゃうってことがね、そういうリスクが考えられるので僕はあんまり覗きっぱなし打ちたくないんですよね。まあこれは僕の個人的な意見なんであれなんですけど、まあそういう風に考えると覗きっぱなしを、ね、メリットとする HDR だったらそのやっぱ守備力っていうか抜かれやすさで言うとやっぱちょっと上がっちゃうんじゃないかなっていう風に思うので、まあそこちょっと難しいところですね。まあ、ただとはいえねクイックショットできないっていうか、ね、苦手って人も中には、ね、いると思うので、まあそういう人はね HDR を使った方がいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、そこは HDR のいい点っていうか、ね、やっぱ打ちやすい当てやすいっていうのはあると思うので、うん、覗きっぱなしで打つよって人は HDR 向いてるんじゃないかなって思いますね、個人的に使った感想。あともう一個なんか使ってみてよかったのがあのジャンプ打ちがめっちゃ当たる、うん、ジャンプ打ちを当てやすいっていうか、やっぱ打ったところでまっすぐ飛んでくれるんで、うん、ジャンプ打ちが結構当てやすかったイメージですね。まあ途中でそのジャンプ打ちのシーンがあるんですけど、その3連続ジャンプ打ちでしかもバイクを抜くっていうね、まあ、そういうシーンがあの後々出てくるんですけど、まあやっぱそういう意味でもね、やっぱそのジャンプ打ちでは当たりやすかったなっていうような印象ではありました。なんで一発一発に込めるみたいな、そんな感じかな。うん、まあ DL みたいにサクサク打つってよりかは一発に込めてどんどん打っていくみたいな、うん、そんな感じの印象ですね。なあそういう意味ではそう使いやすい、うん、武器なんじゃないかなと思います。まあ好みによるんですよね。なので、まあ、その自分のプレイスタイルに合った SR を選ぶのがいいんじゃないかなって思います。まあ、個人的にはね、DL ご利用しなんでね、まあ、DL もね、2発キルだし、ヘッショワンパンだし、みたいな。うん、って思うと、DL でサクサク、ヘッショ抜けた方が、まあ、個人的には強いと思っております。
まあこれに関してもね、その人それぞれなんで、うん、僕が強いっていうからそっちの方が絶対強いってわけでもないんですけど、うん、個人的にまあ皆さんがねその使っててどっちが強いかって感じるかでその強さっていうのは変わると思うので、うん、まあそれは好みなのじゃないかなと思います。まあ個人的にっていうか僕は HDR よりも DL の方が強いって思ってるよっていう感じですね。これいっぱいいるね。やっぱこうやってね、やっぱそのいっぱいいる時あるじゃないですか。でこう覗いて打って、まあ、今のは編集入ったんですけど、打ってもやっぱこの複数枚に見られてたらね、やっぱ覗きっぱなしだったら抜かれちゃうんですよね。そこがやっぱ怖い。やっぱこういう打ち方になっちゃう、どうしても。あ、こうもし打ってそのやっぱのなんていうかな、何回も覗いて打てるメリットとしてはキャラコン入れるんですよね。打って外した時にまあ、キャラコン入れて敵の、ね、標準を外すことができるっていうのがあって、まあ、打ち合いに勝ちやすくなるというか、まあ、強くなるかなと思ってるんですよ。けど覗きっぱなしだったらキャラコン入れるわけでもなく、どっちかというと棒立ちになっちゃうので、うん、やっぱ抜かれるリスクが高いっていうのはありますね。まあそういうふうに考えると、やっぱりプレイスタイル的にもキャラコンとか入れるような DL の方がいいんじゃないかなっていう感じですね。このかこれで、ね、今落ち引きなんであれなんですけど、今からちょっとカスタムはね取ろうかなって思ってます。どこ行ったリワインド上行ったのか、お蘇生がいいかな。ここでね HDR 取っていきましょうか。カスタムはね基本的にあのバレルにあれだ、バレットスプレッドが違う、スピードが上がるやつ、ダンスが上がるやつと、あとは ADS 速度に入ってます。ADS 速度が速くなるとね、まあ、全然ありなんじゃないかなと思うんですけどね。カスタム取ったらありだな、そう思うと。なんでね、落ち引きでは DL 使ってあのカスタム取ったら AD、 じゃあ、 あの HDR 使うのも一つありかなっていうのはありますね。やっぱ M4 が強いな、落ち引き M4 キスグが速いわ。まあ、カスタム組んだら意外とそんなめちゃくちゃ気になることでもないっていうかね、あの ADS 速度、うん、個人的には ADS 速度結構命だと思ってるので、うん、ADS 速度大事なんでね、あれなんですけど。ごめん、なんか通っちゃった。やっぱカスタム組んだら少し早くなるからまだマシになるかなっていうような感じですね。ここのシーンですね。ここで敵寄ってジャンプショット一発、もう一発バイク当てる、で3発目ジャンプってやっていく。いや、かわいそう。やっぱこういう意味ではね、やっぱ当てやすかったですね、カスタム組んだら。だから、うん、意外とありかもしれないですね、そう思ったら。カスタム組んだらね、落ち引きは絶対 DL の方がいいです。カスタム組んだら、うん、さらに好みを、まあ、まだまだ全然使えるんじゃないかなっていうぐらいですね。まあとはいえ僕はね、そのカスタム取るときにね、 DL と HDR が並んでたら間違いなく DL は取るんですけど。はい、なんでお好みで使ってみてください。それはナイス、うん、ナイスナイス。まあ繰り返しになりますけど、結論言うとクイックショットとかする人は DL で、大きいずっと置いて覗いて打つよって人は HDR 使うのがいいんじゃないかなって思ってます。あのね、アテナ抜いて1枚、さあ当てていく。ちょっとずれてんな。さあここもジャンプショット当てていく。あと一発、いや若干ずれてんな。当たってない。当たってない。うわ、最後外したのもったいないな。外してしまった。あ、今の絶対当てた。ちょっと。やっぱりね、SR は楽しいですね。アンチ来るで。アンチ。このやっぱ SR 環境といっても過言ではないですよね。このヘッシュワンパンで1枚落とせるってなったらね、まず強いじゃないですか。やっぱそういうのもやっぱ面白いですよね、SR は。やっぱ僕は一番 SR 使ってる時はモチベ上がるっていうかね、楽しいなって思ったりするんでね。めっちゃエリアってる。やっぱいいっすよね。まあ SMG とかね、近距離でバチバチ倒しに行くっていうのも面白いですけどね。僕そんなに近距離得意じゃないんで、あんまり打ち勝てる、なんか強気にいけない時もあったりするんですよね。後ろ。はトリックスター。確かに。だからここはね、奥に敵がいるの分かってるんですけど、アンチが来るのでね、こうアンチから飲まれてくるっていうかね、出てくる人を狙ってって感じですね。この網が、柵が微妙に邪魔、たまにプー当たって通らないですもんね、たま。まあ、ここは予測打ちで打つんですけど、当たらないし。
で本来ならねグレー入れたいところなんですけどね、ああいうところには。でもグレーがなくて僕しかないので、まあ仕方なく遠くから打ってですね、まあ、ここで注意しなきゃいけないのがやっぱ後ろらへんちょっと怖いですよね。もしかしたら後ろからね、アンチが後ろなんでね、後ろから来るかもしれないっていうのが怖いところなんですけども、一方にね偏りすぎるというかね、見すぎるとねあれなんでね、ここはちょっと強気に前に出てくるんですけど、お一発当てたぞ。ここねやっぱもう一人おった、ここはやばいってことでね、ここはもうイグナイターを使ってもうキャラコンでかわしてくっていうね、味方がナイスかわしてね、これ危なかった。まあ、そういう意味でイグナイターの加速は強いですね、加速しての横スラは強いですね。上これ下さあ残り2人、オンリー2チームですね。こっちはないかな、この木裏とかよく隠れたりしますけどね。ちょっとこの下とかアンチ入ってるんで見てみますか、ここら辺に変わってそうだから。いないね、いた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 。さあ、あっち側いるっぽいですね。そこは素直にどうやって一発当てていく、かわしていくぞ。さあ残り1人、ナイス GG。ということでいかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録、高評価、あとはコメントもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。